んちゃって大当たりだよ。ミコさんのいたずらという可能性は、もう少し、もう少しずれていれば大外れ、なんちゃって大当たりだよ。大当たり、くるみさんとミコさんのいたずらという可能性は、これも当たりにしちゃおうよ。もう少し、もう少しずれていれば、もう少し、もう少しずれていれば、もう少し、もう少しずれていれば、くるみさんとミーコさんのいたずらという可能性は、くるみさんとミーコさんのいたずらという可能性は。